安野さん、急勾配のこの岩窪間からトンネルに向かう坂を登っています。まさにこの勾配の急さ加減を分かっていただけるでしょうか。何と言えばいいんでしょうか。三角定規の割ときつい方の角と言えばいいんでしょうか。イメージ的にはこうパントマイムのこう斜めになってる人のね、こうなんか倒れそうになって斜めになってる人ぐらいの角度、もしくは、マイケル・ジャクソンのムーンウォークの時の角度、もしくは、外人の鼻の角度、わかりませんが、これかなり急勾配、分かってもらいましょうか。これを取っていてもですね、ちょっと不安に駆られます。追いつけるのだろうかと。安野さんかなりの、やる気を出して上がっています。さあこうしては折れません。一旦ダッシュで戻らなければ